はいどうも、ふめでおです。今回ですけどガチャ引いていきたいと思います。三が日セレボの1日目ですね、やっていきたいと思います。でまたこちらもフメロイド2の、ところで今2389万ですね、ということで、からですね500万引いていきたいなと思います。2389万ということで、まあ狙いはガストン、マレス、ジョーアンの鏡ということで、まあ早速やっていきましょう。 3.85% なんで、まあ100回でまあ4体ぐらいですよね。300万で、4体ぐらいなんで、まあ期待値はどうすかね。500万でまあ6体ぐらい手に入れば、まあまあまあって感じなんですかね。うん。ということで、まあちょっと、頑張りましょう。あ、今のところやばいっす。で、一応昨日ってかあれか、年明けてですね、皆さん、今年もよろしくお願いします。寝起きで、全然、口が回るんですけど、まあ、いつもですけどね。はい、今年もよろしくお願いします。はい。でそう、年明けね、全然ログインできなくてですね、2時ぐらいに解消されたみたいですね。今はもうゴリゴリに繋がるんで、はい、みんなガチャどうですか。ガチャ結果ぜひコメントで教えてください。何万使って、まあ、このガスト、マレス、ジョアンの鏡、どれぐらい出たよみたいな、そんなコメントね、待っております。絶賛、俺は、握手中なのかな、これは。握手中かな？もう10連はしますね。カリム。踊らせてやるぜ。レオナ、めっちゃ出るやん。レオナめっちゃ出るやん。フレラ。うむ。ちなみに、お、ラフパス。まあ一応当たり枠といえば当たり枠ですね。スキル1だが一番強い。てかまあ、スキル1がまあ強さの恩恵を受ける感じなんで、もうこれが、これが最強みたいな感じですかね。ラフパスもね、難しいんですよね。強いけどね。お、ビル。ビルもまあ、出せろっすね、コイン稼ぎは。さあ、俺の、この3体が全く出ません。いや、これやばいと思うぞ、マジで。ムシュー。そういえば、こやつも出るんでしたね。いや、マジ？ムーシュー2連チャンですか？マジそれ。はい。ジャスミン。ムーシュー出すぎ？急に？ムーシュー、思ってたのと違いましたね、スキルね。なんか、想像と全然違うスキルでしたね。サンタと同じようなスキルでしたね。演出がちょっと違うだけで。え？ちょっと待って。やばいって。やばいって、これ。これはどうかな、リドルちゃん。え、やばくない？これちょっと。ゼロっす。100万使ってゼロっす。もう100万使いよ、だって。え、やばいぞ、これ。ムシュ出すぎやって。ムシュもう4体出てるやんけど。やべえ、これが。これが三が日だな。いや、当たり枠3体いれば、
まあまあ出るとは思ってたけど、全然出ねえな。さすが 3.85%。 ちなみに今どんぐらい出てないんだろう。いや、見事にだね。見事に強いツム出てないね。ラッパス以外出てないもんね。強いツム、フラワーシンデレラとか、あとは、まあ、プリンセス白雪姫とか、フック船長チャーム、あとジョアの鏡、マレウス、ガストンが来てないと。やば、俺の引きやば。いや、爆死中やん。これ、今102万使って、ラップパスだけです。回収ラップパスだけです。やばいってこれ。いや、後半ちょっと上振れないと。プリンセス白雪姫は一応出ましたけど、あのプリンセス白雪姫もまあまあ言うてみたいな感じですね。頼むぞマジで。みんな出たんかな、心配になってくるな。コイン少ない人も結構いたからね。そう、常駐もね、絶対入ってましたね。トレメイン夫人とか、あとは、猫。猫の名前忘れた。シンデレラ猫。とかね。常駐スキルマの方なんかは、確率が、ちょっと上がるっていうね、ところもありますね。やべえって、マジで。やばい。これやばいっすよ、俺。やべえぞマジで。見事にラッパス以外の当たり枠出てねえぞ。この引きやばすぎ、怖っ。むしろ一番出てるな、5体目っすよ。もう第一引いちゃってますやん。この引きやばすぎんマジで。ビンズカモアズール、このあのアズールが確かあれですよね、コインボム確定のやつでしたっけ。なんでコインボムミッションはあのツムさえいればもう最強ですよと。いやきつすぎー、これガチきついやんこれ。あー、フラワーシンデレラ。でも俺の、この、トップ3の3体の方は来てないですね、まだ。まだ。フラワーシンデレラか。うわ、フック船長チャーム。相変わらず出ないぞ。え？あと、バネッサ。バネッサも常駐っすよね。ルシファーだ、猫は。ルシファー。え、俺やばくない？ガストン、ジョアンの鏡、マルス、悪女ゴーテル、バネッサ。やば。見事に、引いてない。見事に引いてない。やばすぎ。マジで？ラッパス2体目。これはやばいぞ。これはやばいぞ。入れら。ルシファー。いや、もう200万使うよ。きつすぎー、きつすぎ。いや、これが本当にマジガチのメイン赤だったら俺泣いちゃうな。だってまだ一体も出てないっすよマジで。シンデレラ2体目。やば。
甘すぎるだろこれ。うわフラワーシンデレラめっちゃ来るやん急に。二連チャン。いやでもやっぱ本当のぶっ壊れ3体が欲しいわけですよ私は。きつこれは。爆死だな完全に。爆死じゃんこれ完全に。爆死してますやん。うわなんか2連チャンで来ること多いっすね。全26種なの。お船長ちゃん、船長ちゃんもねまあ言うてみたいなところありますか。やっと来たかつと。おかしくない。いや210万で1体目っす。ラスト500万引いても1体も出ないつもいるんじゃない。もしかして俺はまずい。ラプパス。ラプパス。急にラプパス来るな、マジで。4体。うわー、フラワーシンデレラ来るね。いや、でもマジで、この3体なんすよ。俺が引きたいのは。ラプパスも逆にいいっす。スキル1があなたは強いので逆にもういいっす。逆にえこれ本当やばくないっすか。本当に皆さんのガチャ結果大丈夫っすか。俺だけこんな爆死してるの怖い。やっぱそうなってくるとやっぱ3日目のあの当たり枠の多さっすよねが安心できますね。あガストン2体目ありがとうございます。ガストン2体目ありがとうございます。ただガストンはまあどうせ500万使って、まあ、4体5体手に入ったところで使い物にならないので正直マレスとジョアンとクラミが手に入らんと意味ないのですわ正直。まあ、スキチキの節約にはなるとは思うけど現状はもう使い物にならないのでマレウスとジョアンの鏡が欲しいわけですよ。だがこず悪女ホテルとバネッサはまだ出てないか。うわー来たジョアンの鏡。ジョアンの鏡がああということでこれは約150万使って出たと。違うな250万か。バグってる寝起きでバグってる。250万使ってだ。えぐきつきつすぎ。レオナ出すぎじゃない。 7体目で。うわーフラワーシンデレラもめっちゃ来るな相変わらず。ジョバソフィア。え、悪女ホテルとバネッサ出てないわ。さあ、マレスはあの2体に勝てるのでしょうか。でもやっぱ1体も出ないつむいるんじゃない ?500 万で。それが我々の目的の最強つむ。いや、ぶっ壊れつむ3体の一度1体であったら、ちょっと悲しすぎるな。いや、きちぃ。きつすぎでしょ、これ。パッパッ、めっちゃ来るな。マジラプパスフラワーシンデレラ来るんよ。ただ
っていうのはそこじゃないんすよ。うわ、悪女ゴーデル来た。じゃああとはもうバネッサとマレウスだけだ。ラフパスめっちゃ来るやん。そこの神引きいらんのよマジで。いやどっちだ、結局スコアコイン最強積む、総合最強積むがですね出ないんですよ。マレス来ねえか。マレス出ねえっす。マレス出ねえっす。おー、ジョアンド鏡2体目。もうやばいよね。今300万使ってますちなみに。300万2体ならでもまあまあって感じなんか。全然まあまあじゃないよね。だって100万です。あ、 100連で 3.85 体一緒ですよ。4体手に入らんとだから、いやダメだ、全然良くないわ、全然良くなかった。プリンセス白雪姫来まして、いやこのうわ来た、ジョマンの鏡、ナイスナイス、いいよ。ガストン来るよりかは全然いい、いい感じで。一応ねガストンの使い方講座とか、まあその辺はですねもう投稿済みなので、まあ概要欄からですね使い方講座の、はい、リンク貼ってあるんでそこから見てもらえたらなと思います。マレスもちょっと最新バージョン上げようかなとは思ってますけど。フラワー死んでるな、めちゃ出るやん。フラワーシンデレラッパスがやばい、本当にやばい。マレウスも、マレウスが一番やべえな。危ない危ない危ない。マレウス一体も来てないからね。マレウス来る気がしねえもんね。カリム、ビルとかレオナとかめちゃめちゃ出てるけどね。このアズールもまあ言うて6体目だから、ね、どんだけ出んのだ。え、これやばくない？ジョアの鏡、ナイス。あ、いよいよ400万です。やっと来た。見せてやろう。見せてくれましたね。ようやくね。万で来た。350万円。350万でようやく来た。1位ってことはバネッサが1万出てない、まだ1体も出てないんで。いやでもこっからちょっとマルス挽回してほしいです。おーし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 、あ、ムーシュ6体目。いやーでもやっぱ下振れてますね、圧倒的下振れですね。女王の鏡はなんとかなんとかみたいな感じですね。6体ぐらいですね、1対16体ですね。5体、よし、あと1体で、ね、まあやっと確率通りって感じです。よー、ここに来て、いや俺300万とかの300万ガチャだったらもう完全に爆死でしたよね。マレス手に入ってなかったもんな。300万にしようかと迷ったんですけど、まあ全日程500万ずつ使おうかなと思って、まあちょっと長くはなるけど、あーやば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 、エンチャンテッドオーロラ、プリンセスジャスミン、
悪女豪邸。バネッサはまだ出てないんか。ちなみにバネッサ出てね。バネッサ常駐だから。常駐3体でか。バネッサ含め3体か。バネッサ・ルシファー・トレメイン夫人か。フラワーシンデレラ、やば、8体目だ。ガストンは急に来なくなりましたね。一番出だしが良かったのに。さあこれで今、400万使ったんかな。あ、違うな、もう500万使ってない。使ってねえわ。今400万っすね。あと100万。ガストン来た。凹凸のガストン。頼むぞ。いや無理だよな、6体手に入らんとか。あれでしょ、期待値まで、期待値ってかもう確率のところまでいかんから。いやもう無理でしょ、100万で3体ずつ手に入るかっていうね。あ、一応母体確保できてるだけ幸せか。考えるしかないですね。よーし。とりあえずこれでジョアンの鏡は確率までいきましたと。頼むぞ。めっちゃ来るやん。むつむスキル用の 50% でやばない。8の12体出てるってこと。プリンセスジャスミンが一番出てるやん。えぐ、このつむ一番出てるやん、ガチで。13体目っすよ。あ、いよいよ、うわ、ガストン来た。追い上げてきました。やっとスキル3になりました。スキルマンならんとね、使い物にならんからな。スキル3使ってみた動画あげようか、サブアカで。激ムズやん。激ムズな上に全く稼げねえっていう。そもそもスキルループしねえんじゃねえかな。無臭。いやー、やっぱ爆死中ですね。爆死ですね、私は。いや全26種怖いっすね、マジで。よし、マレウス4体目。うわ、あと50万じゃん。50万もないっすね、今。あと40万。やばい。あと2体ずつはもう無理だろう。いや、お、まあ、爆死、思ったより爆死はしなかったけど、300万でやめてたらって考えると恐ろしいっすね、マジで。こんだけコイン持ってるっていうね、やっぱ500万とか持ってないと、まあ、狙った粒回収できない可能性もあるし、と。なんならバネッサまだ出てないっすよね。まだバネッサ出てない。マジで。バネッサ出てないっす。で、26周、500までゲットできないっす。まさかの。恐ろしいわ。2389まででしょ。2389万までということで。きちー。三が日きちー。楽しいけどきちー。
ハリム。238、あと2回か。ハリム。はい。ラプバスということで8体目ですね。といったところで501万使いました。はい、1888万なんで501万ですね。ということで結果はガストン4体、マレウス4体、ジョアンと鏡6体ということで、まあジョアンと鏡はまあ確率通りだったかなと思います。あとマレウスガストンは下振れという感じで、まあかなり厳しいガチャ結果になったんじゃないかなと思います。まあ皆さんのねガチャ結果ぜひコメントで教えてください。絶賛俺は爆死しましたけれども、はい。ということで、まあ2日目3日目もですね、まあガチャ、ライブで引こうかなと思ってますので、皆さんまた遊びに来てください。登録も、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。